どうも、ミーハッチからこんにちは、ミーチューブでございます。今日はですね、ここだいぶ白ぼけしちゃったところ、こいつをですね、先輩 YouTuber のあのお方がですね、なんとたわしでね、こすったら白ぼけが戻ってくると。回復はしないんですけど、ある程度戻るよということで、マジかとそんなはずはないと思って、私もですね、たわしを買ってどれぐらいこすると戻ってくるのかっていうのを実践していきたいと思います。本当かどうかっていうのをやっていきたいと思います。で、私ミニチューブなので、ミニチューブだけにミニたわしっていうのをですね、用意してみましたので、こちらを使ってこしていきたいと思います。値段の方はこれ158円ぐらいです。では早速ですね、お白ぼけもうちょっとズームしましょうか。これでもアーマーオイルを定期的に塗っているんですけども、それでもですね、1ヶ月2ヶ月するとこのね、白くですね、なってくるんです。まだマシな方ですね。なんですけど、ここからどれぐらい戻るかっていうのをたわしを使ってやっていきたいと思います。あれ、傷がついてるかもしれない。皆様、私は非常に期待をしていたんでございますが、まあ自分はこう実験のためにやったんで気にはしないんですけども、ごめんなさいね、たわしによってはこういう薄いですね、線が入ってしまうようですね。ただこれ場所によると思うんですよ。ボンネットのところだったり、こういうドアのところだったり。なので、あと、たわしか。たわしも、当たるところ、ちゃんとね、たわしの繊維のところだけにしているんですけど、線がね、張っちゃうんですよ。こんな感じで。なので、私の場合は今ガチでやってるんですけど、そんなにね、強くこすってないんですけど、これ以上やると、この白さがね、濃くなって、どっちもさっちもいかなくなっちゃいけないので、私の場合は、やめておきます。ちょっと悔しいな皆さん、ここの部分ですね、アルトの場合ですよ。アルトの場合、ここはですね、これは1分ぐらいこすっただけなんですけど、この違いお分かりになりますかね。ここの部分に関してはグーだと思います。リアのこのドアのところはこうですね、こういうドアのところは厳しいんですけど、ここですね、この色で、いかがでしょうかここれなら、ここならなんとか大丈夫かなという気がします。こっからこっちですね、こっからこっちですね、黒くなってるでしょ。あぶね、失敗だけの動画になっちゃった。こっちは正解ですね。
ちらの場合は傷もつかなくうまく黒光りはしないですけど、まあこういう白ぼけしたところよりかはこちらの方が戻ってきている感じがしますね。ここにあれですね、マスキングテープ1枚引いてたら良かったですね。まあ本当実験的にちょこちょこっとやってみようかっていうのをやったので、マスキングテープはないんですけど、これうまくいったのと失敗したのと両方あるとタイトルがねめっちゃ迷いますよね。こんな感じでしょうか。これカメラで映ってるかな、肉眼でははっきりとですねこことここの違いが出てるんですけど、お分かりになりますでしょうか。というところで YouTube TV でした。改めてご視聴ありがとうございます。評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。